テンション上がる。手拍子とともに正解火曜日のヤイズテレビこっからのお時間はいつものように桜組ひろみ氏のお祭り気分ダイエットの第2章でお楽しみいただきます、はい、この番組はヤイ神社大祭荒祭りにスポットを当てましてヤイ神社大祭荒祭りの情報を発信しながら皆さんにヤイ神社大祭荒祭りを知っていただくという番組になっております。今週も最後までよろしくお願いします。お願いします。話し合い手はいつものように桜組の野田さんです。よろしくお願いします。はい、ということでですね軽やかな手拍子とともに、はい、お祭り気分でアエトン第2章ラス前ですよ ね、 そうですね。来週ね、はい、グランドフィナーレを迎えますんでね、はい、うん、ラス前の番組となってしまいましたけれどね、はい、今日は一日暑かったね。暑かったですね。初夏だった、初夏、初夏、はい、2月だよまだ本当ですよね。荒祭りを迎えるちょっと前くらいの暑さ、ね、支度しなきゃ、このままそのままこう荒祭り行っちゃうんじゃないかってぐらいね、はい、暑かったですけど ね、なんか明日はまたなんか気温がまたね、寒くなる。え、明日寒いの？大雨です。うん、本当にもう体調管理皆さん気をつけてくださいね。本当にね、本当に気をつけないと、まあ、季節の変わり目というかねなんか異常です、まあ、異常ですよ ね、 ね、本当に。まあそんなこんなでですね、はい、焼津神社の方もですね、記念祭、はいはいはい、記念祭ですね、17日の日にね、はいはい、今年の五穀豊穣をね祈るということですね、はい、で今度23日は天朝祭、天朝祭、ね、はい、天朝祭っていうのはあの天皇陛下のお誕生日をね、はい、お祝いするというね、そうそう、ご祭事がありますけどね、まあ、そんなこんなでこうバタバタと続いておりますけどね、はい、なんか鈴尾を振りに行ってきたと思わずいうことでね、やりました。なかなかいいよ、音色だったでしょ。でした、ね、はいはい、ね、あのね、生で聞くとね、うん、よりこういい感じなんですね。そうですね、ね、そう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 、ぜひ皆さんもね、うん、神社にご参拝の際にはね、優しくね、そうですね、振っていただきたいと思いますんでね、はい、ぜひご参拝にお出かけくださいということですね。はい、はい、さて今週のお祭り気分で、先ほども言いましたけどラス前、はい、ね、ラス前、来週グランドフィナーレを迎える一つ前というね、一つ前、周知にもね、お知らせにもしたんですけど、はいはい、まあ、今日はですね、みんなが、うん、みんなが見てくれたあの日あの時あの番組みたいな感じでねはい、はい、ちょっとお話をしていこうかなと思ってるわけなんですけどね、はい、去年の暮れにベスト10やったじゃないですか、はいはい、やりました。で、あの時にアエトンの中第1章第2章ひっくるめて、はい、まあ、1000回超え の、うんうんうん、あの番組もあるんですよみたいなことをね、はい、お話して、先週もちょこっとそのお話したんですけど、まあ1000回超えっていうのはそこそこね、はいはい、皆さんがね見てくれてるんじゃないかなと思うんですけどね、はい、何なんでしょう、まあ、YouTube って全世界じゃないですか、はいはい、ですからね、まあ、いろんな方が目にね、はい、してくれてるとは思うんですけど、まあ最初の1000回超えっていうのはあれだったんですよ。第1章が始まって2回目の時に神社の宮司、鈴木宮司にね、はいはい、ゲスト出演してもらって、神社の説明とかね、はいはい、神社はこんな感じの神社なんですよっていうことをね、うん、お話しいただいた時のがこの間見たら1100いくつになってたかな。なるほどね、うん、まあ4年前の番組になるんですけどね、うん、はいはい、まあ未だに
数字が伸びてる伸びてますんで、すごいですよ。時々ねこう思い出してこう見てくれてる人がね、はい、いるんじゃないかなと思うんですけど ね、うん、そうですね。まああの時はあれですよね、始まったばっかりで、まあ、この番組はこんな感じで進めていくんですよっていう意味合いも込めてですね、なるほど、まあ、宮司さんに来て話をしてもらったんですけど、まあ見返したらやっぱり宮司言ってましたね、八重神社の案内ということで今日は伺ったんですけど、はい、ということでね、まあ普通にやって1時間半かかるのをまあこの尺の中ではい、はい、説明をさせてもらいますということでね、話をねしてくれたんですけれど、まあ八重洲神社って、まあ、ご存知の方は皆さんいると思いますけど1600強の ね、 そうですね、歴史のある神社じゃないですか、はい、まあね、そういった神社がこう身近にあって、で、そこに歴史のあるお祭りがあるということで ね、はい、そうですね、地元の皆さんやっぱりみんな大好きですよね、はいはい、花祭りがね、まあ、見て回ると八重神社っていろいろこう見どころがあって、はい、うん、まずおすすめしたいのはあれなんですよ、神殿、御神殿、はいはい、まあ、あの神社の形としてはね、皆さんがこうお参りでお祓いとか上がる拝殿がありまして、はい、で拝殿の上に神職がね、いろいろこうお祓いとかこう祝詞をあげる、はい、幣殿、ね、その奥に御神殿っていうのがね、はい、あるんですけど、その御神殿は、まあ、400年以上前に徳川家康の命を受けて、うん、建造されたというね、当時は色がついてたみたいですね、お、はいはいはい、彫り物が、はいはい、よく見るとね、あの奥の御神殿の屋根の下の方にね彫り物があるんですよ、うん、そこにね色がついてたらしいです。まあ、ね、イメージとしては静岡のあの久能山、はいはいはい、ね、東照宮のような感じで、まあそこまでけばかばしい色はなかったとは思うんですけどねまあ色がついてた、うん、まあその名残というかね、白、白の色だけがね若干残ってるんですよ、よく見るとね、うん、ご神殿の脇の方、外からこう回って見れるんで、はいはいはい、あの奥へちょっと行ってもらってこう見上げてもらうとね、うん、屋根下のところの彫り物にねこううっすら白い色がね残ってるんですね、はい、で一回八重神社って地震とか火事とかあって、はい、拝殿とか、うん、そういったものがこう潰れたりしたことあるんですって。でだけどそのま火事の時もその御神殿だけね、はいはい、残った。だからあれ400年以上前の建物がそのまま残ってるというね、御神殿なんですけど、まあ皆さん普通参拝行くとそれこそ拝殿の前で鈴を鳴らして、ね、シャンシャンとお参りするだけの方がね多いと思うんですけど鈴ちょっとね、お時間のある方はねちょっと裏へ回っていただいてね、そのご神殿の方ねちょっと見ていただけたらと思うんですけどね、まあそういったさ話をね、はい、まあお祭り気分ダイエットの第1章、うん、2回目の放送の時にね、ご出演して、くれたという番組がねあったんですけど、まあそれが今1100回くらい皆さんがね、うん、見てくれてるっていうね、まあそうですね。そしてその後もう一つあるのが、うん、まあ毎回話に出ますけど大増し保存会、はいはいはい、大増し保存会っていうのはまあね、はいはい、番組ご覧になってる方はご存知かと思いますけど、今日初めてね、はいはい、ラス前だけど初めて見るっていう方もねカメラの向こうの方にいるかもしれないんですけど ね、はい、うん、まあ八重神社大社荒祭りには2基の神輿が、はい、ね、あるんです。先越し後越しといってね、はい、そのみこしは、二天棒つって2本の担ぎ棒と、はい、みこしの胴がくっついてるね、はい、そうですね、みこしなんですけれど、その担ぎ棒と胴体を、綱でね、はい、締め付けると。そうですね。で、担ぐようにする。それも、なんですか、焼津は港町で漁師さんのロープワーク、はいはい、ね、こう
紐を縛ったり綱を縛ったりというね、技術を生かしてその、みこしと担ぎ棒を一体にするとかね、はい、まあ、あのその番組の中でもそういう話をね、うんうん、してくれてるんですけれど、大町保存会の会長さん、はい、副会長さんね、はい、来てくれて、はいはい、でまあその技術を後世に残すと、うん、伝承していくという意味合いで作られてるのが大町保存会、うん、はいはい、ね、皆さんなんですけれど、それがですね、それもちょっと確認したら1500なんかですね。1500紹介です。1500。番組がお祭り気分のナイトの中では一番見られてる番組なんですけどね。なるほどね。すごいな。すごいと思います。ね、もちろんね、焼津の荒祭りファンの皆さんもご覧になってくれると思いますけど、はい、まあ全国的にみこしの好きな人っていっぱいね。そうですね、いっぱいいますんでね、そういった人たちも何かこうきっかけでね、はい、こう見て見てくれてたんじゃないかなって思うわけなんですけどね、まあ、みこしの好きな人いっぱいいますって、二代目話し相手の安池君もね、もうみこしで全国みこし担ぎ回ってね、いますんでね、まあ、そういった人たちなんかもこう見てくれてたんじゃないかなね。まあ、1500超えてるっていうのはねすごいと思いますよ、うん、びっくりしちゃいますけどね、はい、本当にそれこそ昨日一昨日かな、保存会の人たちとちょっと神社で顔合わせる機会があったもんですからね、はいはい、話して、いや実はねって、あのお祭り気分だね、27日で終わっちゃうんですよって話して、うん、なんでって、いやこういうわけでってね話をして、で相変わらずあれですよって、視聴回数増えてますよ、なるほど、あみんな見てくれてるんだねみたいなね、話をしたばっかりなんですけど、あなるほど ね、まあなんていうんですか、有名な方の YouTube でもう何万回とかね、はいはい、まあ、そういうのは当たり前なんですけどね、こんなね焼津のねいかついおじさんがねおじさんこうやってる番組でね、それだけこう見ていただけるってのはね、とありがたいなとね、ところがですね、はい、ところが知ってました、最近今年に入ってから、はいはい、何回かやってるじゃないですかこの番組、はいはいはい、まあ、去年の暮れあたりかな、はい、からかな、これちょっと見るとね、視聴回数が50代なんですよね50とか40とか30とか、はいはいはい、どうしちゃったのって話なんですよね、うん、まあそれいいんですけどね、うん、まあそんな感じの中でね、そうした1000回超えの番組があるっていうのはね、これはね、まあ手前味噌でありますけど、いい番組なんじゃないかって、ね、思うわけなんです、まあ、それ以外の1000回超えの番組っていうのは、はい、先週お話しした中で、あの印象に残ってる番組ですよっていう中にね、 はいはい、あった令和元年の、うん、荒祭りの見どころ、はいはい、ね、あれがね、あれも1100ぐらいかな、こんな1000回言ってんだ、うん、まあ令和元年っていうのはね、この間も言ったけど令和初めてのお祭り、うん、ね、令和最初のお祭りってことで結構こう周知もしたしね、そうでしたね、そんなこんなでね、やっぱそれもお祭り間際の放送だったから、うん、結構ね見てくれたんじゃないかなと思うわけなんですけどね、あれでしたよ、今年じゃない、今年まだやってねえよ祭り去年の終了報告、はい、あ、はいはい、4年ぶりに開催した令和5年矢印大佐荒祭り、はい、終了報告やりましたよね、はいはい、あれがね980回くらい見られてるんですよ、もうすぐ1000回、すごいじゃないですか、うん、ねえ、まあそうですよね、まあ、この番組もそうですけど、俺のやってるお祭りのブログもそうなんですけどね、はいはい、お祭りの近くは結構上がるんですよ、うん、視聴回数とか、あとはブログのアクセスとかね、うん、そうやっぱりこうお祭りごとなんですから、はい、お祭り騒ぎになっちゃうんですよねなるほど、そうだから、ね、そうした中でね、やっぱりこうみんな1000回超えてるってことは、みんながある程度いろんな時間帯でいろんなところで、はい、まあライブで見なくてもその後でね、そう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 、うん、
見てくれてるってことでね、はい、まあそもそもこの番組のコンセプトとしては荒祭りを知っていただくっていうのをコンセプトにしてね、はいはい、第一章もちょっとやらせてもらってきてるじゃないですか。だからそんだけ見てもらえるっていうのはね、本当にねこう知ってもらうってことに関してはね、いいんじゃないかなと、はい、うん、そうですね、まあですよね。でもね、はい、今日と来週でも終わりですからね、はい、残念というかそうだね、情報発信の場が一つ少なくなるってのはね、やっぱりねちょっとね、そう、はい、まあ、でもね、伝えるっていう作業はそこそこできたんじゃないかなとは思ってるんですよ、うん、まず第2章はもう本当に何て言うの、居酒屋トークみたいなね、はいはい、こう話だけでっていうね、まあ荒祭り座談会的な形でこう進めてきましたけど、はいはい、第1章の方は本当にこう知ってもらいたくて、うんうん、ね、一つ一つをこう、まあ25分っていう尺の中で、だからこう全部が全部こう細かくねこう伝えられるっていうことはできなかったかもしれないんですけどね。ただ取っかかりにはなったんじゃないかな、はい、うん、そうですね、っていうのは思ってるんですよ。まあ俺たちも小僧の頃に桜組入って、はい、おっかないおじさんたちにこう一からこう叩き込まれたんですけど、うん、まあ、そうした中でねこう飲んでる席とかでもね、はい、まあ、荒祭りっていうのはなって始まって、はい、こういろいろ教えてもらってきたっていうのを、はい、要するにこのカメラ通してこう伝えられたらいいかなっていうのもあったんですけどね、はい、ただあれですよね、一応こう丁寧なお話しかできないじゃないですか、この公共の電波使ってるから、まあ、現場で、うん、この現場で青年中老になって現場で話を聞くともっとリアルですからね、うん、そうですね、焼津ならではの激しい言葉で、はい、そう選んでる言葉、知らない人見たらあの人説教されてんじゃねえのかって思うくらいのね中でこういろいろこう俺ら叩き込まれてきて、やっぱり今でもね、祭り前にこう若い衆と飲んだりするとね、はいはい、やっぱりそういう感じでこういろいろ教えていくじゃないですか、はい、それからね、やっぱりそういうのはね大事なんですよね。そうですね、それはよくありますね、伝えるっていうことが大事で、そうですね、そうやっぱりね、一般参加っていうとそのお祭りの楽しさの中でのお祭りっていうのは覚えられるけど、うん、やっぱりその一つ一つのねこういった言われがあってこういうことをするんだよっていうのは、やっぱりその看板書って最低限となってお祭りに携わらないと聞けない部分ってあるじゃないですか。ですからまあこの番組の中でねその聞けない部分っていうのもまあある程度こうお話をねしてきて、まあそういった中でその専門用語で言葉意味がわからないとかってねそれでもありましたけど ね、そう、うん、でもねそういったことを普段本当だったら聞けない話も、うん、まあ時折ねさして、うん、はい、もらってたから、やっぱりこの焼津テレビのお祭り気分でアンエットンっていうのは荒祭りにとっては必要な番組だったのかな、うん、っていうのはね、こうまあ本当手前味噌で申し訳ないんですけど思いますよね。でこう何ですか、青年の若い子たちも何人かはねこう見てくれてて、そうこう、あ、こうだったんですね、ああだったんですねみたいなね話もあったしね、そうだから本当にね、これだけ毎週好きなお祭りの話を好き勝手に、ね、はいはい、話ができたっていうのはね本当にね良かったかなと思うんですけどね。コメントいただきました、はい、あ、おたきさんこんばんは、ありがとうございます。でかふんげつさん今日もありがとうございます、ありがとうございます。私も真似してこんばんわんわんありがとうございます。
寂しい気持ちで拝聴しています。寂しいですよね、やっぱり終わっちゃうのはね。うん、寂しいと思いますけど。え、あのね、忘れた頃にね、そう、忘れた頃にやろうかなっていう気持ちはありますけどね。まあとにかくだけど今週と来週このね、うん、お祭り気分第二章きっちりね、はいはい、きっちりやらせていただいてね、一応それでまあ締めさせていただくね、はい、つもりでいますんでね。第三章、第三章ね、続く To be continued ね、コンティニュー。まあだけどここでこうして話ができたっていうのは本当俺はまあ俺のお祭りの人生の中で、ね、まあプラスの方向に向いたかなってね。あとはね、もうあの3年間お祭りなかった時期にやらせてもらった時には、はい、まあ俺の中ではお祭り忘れないでねっていうね、うん、気持ちがあったから、まあそれが愚痴という形になってなんだよみたいなね話になってたかもしれないんですけど、以前コロナでお祭りできない時に荒祭りの話をするおすすめ、すすめっていうね、はい、テーマでやったことあるじゃないですか、うん、はい、なんかこう祭り忘れられちゃって困るから、みんな家族でも何でもいいからお祭りの話しましょうよって、はい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 、できるかできないよ、ね、別としてね、お祭りの話しましょうよっていうのをこうメッセージとしてね、はいはい、伝えた時の番組もあったじゃないですか、はい、だからとにかくね、どっかにその荒祭りをね、あの時は置いてほしいなと。じゃあこれからも、そうそうそう、だからこの番組は来週終わっちゃうけど、皆さんの中あのアーカイブも残りますんでね、はいはい、時々見返してもらったりしながらね、でまあこういう番組あったっけなって、荒祭りの話したっけなみたいなのをね、はいはい、こう忘れないでいてくれればね、ありがたいから、ね、そうですね。それがあれかね、もう番組終わっちゃうから今年お祭りの時に声かけてくる人いなくなっちゃうかね。だからね、去年はね、見てますよ見てますよなんですね、声かけてもらいましたけどね、まあだけどあれですよね、そうじゃないけども多分声はかけてくれると思うんですけど、うん、そうそうそう、まあそんな感じでですね、はい、今日はあの視聴回数が特に多かった番組のね、はい、話で、あの日あの時あの時間にね、はいはい、みんなが見てくれたね、番組お祭り気分で会えと番組をこう見てくれたっていうことを中心にね、はい、お話をさせていただきましたけど、ラス前の今日も時間が来てしまったようです、でなぜ急ぐかというと、今日今この後ですね、神社で初日会というお祭りの会議が待ってるんですよね、7時半から。そうなんですよ、だから終わったらすぐこれから神社へね行かなきゃならないんですけどね、そう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 、年がら年中祭りですよ、お祭り気分でアイエットがなくなっても年がら年中俺たち祭りのこと考えてますんでね、まあまあそういった感じでですね、今週はですね、はい、そういった感じで思い出話をさせて、いただきました。来週のグランドフィナーレはですね、はい、歴代の話し相手全員集合ということで、あ、私も出る、マキちゃんも座ってくれていいよ、もちろん、最初のスタートの時の話し合いですからね。じゃあ初代ですか。そうそう。ちょっと順番ずれていくな。2代目の田辺なんだよな。そう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 。まあそういったね、今まで横に座ってくれて、まあ、ゲスト枠とは別に横に座ってくれて話を聞いてくれた、話し相手がね、来週は、勢ぞろいする予定ですんで、予定グランドフィナーレ皆さんね、数少ないファンの皆さんお楽しみにお待ちくださいということで。はい、今週もですね、はい、最後にアイエットを叫んで、終わりたいと思いますんでね、皆さんどうぞご賞はよろしくお願いいたします。ラス前のアイエットですからね、はい、はい、いきますよ、はい、お祭り気分でアイエット、今日もありがとうございました。はい、行ってきます。続いての番組はトシミンのハッピーパラダイス、略してハッピーパラ、お楽しみください。ありがとうございました。お疲れ様です。
ちゃいない。行く気がない。